はい、じゃあちょっとネクストチャプター見てみようか。足元のトラップは忘れがち。見つけたらというか、かかっちゃうからさ、仕方ないよね。ちょっとタコのお化けとの戦いはあまりにもガサツすぎたかな。あ、キットマン。お、またカメラ移動ができる。あ、カチャカチャやってるよ。お前何するつもりだ俺に。変なことしないで。どっか行っちゃった。 CB201。 あれ、あ、やめてくれ、動けない。ここから始まるっていうことは、ここの段階ではセーブはできないのかな。この怖がれて相当だけのやめてくれ、俺も怖いから。どうすか、そっちじゃない。あ、でも奥が見える。よせ、やめろしよ。お目にかかることができない。朝なのか。いや違う、こっちは暗い、ここだけが明るい。まさか開くことはできないか。ああ、お、銃が構えられる。仕方あるまい。構えられるんだったら構わざるを。開けろ。この曲鳴ってたっけ。いないのか。それさっきのパートからいませんでしたけど。名前は？あれ？生命不明の少女がわからないと。茶色のショートヘア、茶色の目、なんとかと呼ぶと答える。誰だ？キットか？でもキットは紫色の目してたけど。うん。走れない。内部監査記録、カステヤノス刑事。フィー。え？あ、名前か、人の。ここに呼ばれた理由を理解しているか？あんたたちがいい加減な仕事をしているかだろう。君の職務外の捜査は単独で署のリソースを行っている。ん？使って行っている。さらに、恐喝、脅迫、暴力などの報告も上がっている。証拠があるなら、銃とバッジを取り上げているはずだ。君がそれほど用心深くなければそうしていたさ。しかし君のことはずっと見ているよ。それはあんたたちだけではない。どういう意味だ。俺を駆け回って言えばすぐにわかる。叫びたいのままでいてくれたら余計な手間をかけずに済むんだがね。仕事に戻りたいんだが、用は済んだが、今はな。だが君は、今は、白票の上に立っている。一つでも問題を起こせば君は消えることになる。すべてがあれば自分から消えてやるさ。うっ、レスリー？セーブは？あ、できる。やっちゃおう。もうやめようかなと思ったら、なんか面白くなっちゃうよね。レスリー、レスリー、レスリー。狂い始めた。
こっち。綺麗になった。開かない。あーでもここは汚いままか。開かなくなっている。よし、じゃあ行こうか。脳みそを改造すればよかったな。あ、鍵もあった。失敗しちゃったな。待ってくれ。お、ダッシュが、あ、できるか。おい、待て。あれ、なんか瞬間移動しなかった今。なんだここは。実験室か、手術室。オペティックな、な、ネーブ L 読めない。くそ、英語力に疎い。この国際社会において合衆国日本ポンの R はあまりにも英語ができない。どこ行った？足早いな。空中浮いてんのか。ん、あ、これか。ちょ、どこに連れて行こうって言うんだ。だったら手つないでいこうよ。男同士でも手つなごうぜ。あ、いたいたいた。うん。ああ、後ろか。なんだ。大丈夫か。あれ、あ、また消えた。もう。待ってか、あの子は、あれ、構えられる。もうドラム缶。こんだけドラム缶があったら俺世界救えるよ。本当にドラム缶を操る程度の能力をくれ、俺に。あ、でもマッチがないからな。もしかしたら死んじゃうかもしれない。あ、マッチじゃなくて、この銃弾か。銃弾があれば。はい。まずい、崩れそうだ。ちょ、待て待て待て。はい。おお。あ、レスリー、どうする、逃げるの。精神病院か。ジョセフの言った通りだな。ジョセフは優秀でしたね。とにかくここに向かえばどうにかなると。お、なんかでもちょっとラストダンジョン感が出ているんだが、それは R を騙す巧妙な罠が。お、レスリー生きていたのか。あれ、わーい。やっぱレスリーよりね、木箱だよね。他に木箱はないっすか。うん、なさそうかな。この調子だとどこかにセーブポイントも近くに。ああ、あれあるでしょう。ただ弾がまた、ん？なんだ？血が、血じゃないかな？苔かな？開けよう。勝手に歩いてる。やっぱり。ん？そういえばここ来るのって、ここってか、ま、正面玄関くぐるのっていうのは、オープニングぶりか？ライト。お、脳みそ。と、本がある。あ、読めないか。敵は？すでにね、ここに今ひっくり返ってる奴らがみんな敵になる可能性があるからな。ね、死人に鞭打つのは。心が痛いが、躊躇なく引き金は引かせていただくぜ。大丈夫か？
若干今読み込んじゃったんだけど、ちょっと硬いかな。音合わせだけやっとくか。これじゃない、こっちで。これでいいかな。よし、行こう。ショットガンの弾くれ、弾。何が何でもショットガンにこだわるから。ちょっと絵画とか見ていい？よくわからないな。ただの飾りかな。こっちはキープアウト。ん？キープアウトってことはもう今現代っていうか、オープニングの時間に戻っているのか？さて、ここでね、あの監視カメラでルビックホイホイされたわけだわ。もう敵はいないのか？もしかするとセーブポイントもうないかな。おっ、ちょエレベーターじゃねえ。このなんだろう、打ちっぱなし感、あの巨漢のさ、男がチェーンソーの男になんか振り回された嫌な記憶が蘇る。本当に俺は詰んだわと思った。あのゲームじゃない、パート1、2で。ボスラッシュが来なければいいんだが、ボスラッシュ来られても俺もう手も足も出ないぜ。弾がないんだから、己の肉体のみでなんとかできるっつんだったらね、いくらでも戦ってやるけど。ちょうど下が見えないような作りになってる。飛び降りてもいいんだけど、ちょっと降りた先に敵がいると困るんでね。どっちでも一緒か。何分かったようなこと言ってんだよ、カステラの寿司か。俺は何にも分かんねえよ。いいじゃん、ルビック楽しそうだし。俺も暗黒だけど、闇と同化するとちょっとまずいことになるからな。あんまりねえ、あんまりやりすぎない方がいいぜ。ゴミ箱だ。ちょっとなんかクライマックス感が出てるよね。こういう時にね、あのこういうなんだろう、クライマックス感漂う操作をできるといいよね。たださ、俺ダッシュだーなんてさ、そんなんじゃなくてさ、ゆっくりね、ゆっくり結構歩いていっちゃうのが R、 ロマンばっかり追い求める。おいしょ、敵かと思ったよ。まあでもレスリーより脳みそだよね。こんだけ脳みそが出るってことは、あと1回セーブポイントがあると踏んでるんだけど、どうですかね。トラップツールがあるともうすぐ戦いよ。どこだここ。あ、ここさ、俺が死んでた場所じゃん、ほら。
自由を手に入れた夢でも見ているのか。お前はどこにも行けないまま屍になってずっとここに転がっていたというのに。いや、仮にっていうか、俺を自由になったつもりはないよ。常に牢獄で振り回されたことしか記憶にございませんが。どこに行けばいいんだ。結局今になってもこの鍵を手に入れることはできなかったか。鍵があるのか、どこかに。脳みそか。行き止まりか。キーアイテムも特にないし、もしかして、なるほど。さてどっちに行こうか。他の道はあるのか。こっちは？あ、開けられる。虫がいっぱい。嫌だね。トラップ通路は5個か。閉めないでください。だからって思いっきり蹴り飛ばすのもね、まあ人としてね、どうかと思うんですけどね。こちらに降りることも、ああできる。自由度が無駄に高い。こんなとこにね、自由度高くしないでくださいますか。で、 R もね、 R さんもこの世界の俺も俺でさ、地図をもっと示せよと。こっち行ったらいいよって、あっちあっちって、そういうの示してくれるとね、非常にね助かるんだよ。カスティアノス氏のね、評価もうなぎ登りなわけだ。せっかく他のゲームにもねゲスト参戦していただいてるのに失礼じゃないか。何にもない。行き止まりか。玉だけか。玉を取るとスナイパーライフルの玉と。玉を取ると敵が出る。こんなことは分かっているが、どうやらこのゲームではそんなことはあまりないですね。何分？ 38 分か。どうしようかな。どこかでチェックポイントが出てくるのが一番いいんですけどね。なんだこれは、星のマークか。ここに来て罠はないかな。そういえば獣がいないっつったけど、途中でさ、ジョセフがさ、メガネを置こうとしたけど、あれぐらいですか。まあメガネが本体らしいですけど。何にもないな。上の配線だけがちょっと気になる。行こうか。ルビック、ルビックじゃない、レスリー。そこ行きたくない。やだ。待て、俺が助けてやる。そこってのはどこだ。ごめんな、カッスし、ちょっとスタミナがないもんでな、ランニングできないんだ、そんなに。カスタノスいくつくらいなんだろう。30代。わかんねえな。外人さんはね、ちょっと若くてもね、年いってるような人もいるしね、20代でも俺より年上なんじゃないかっていう。あ、20代じゃないや、10代か、10代でも。特に昔フィギュアスケートの、ね、アメリカ代表のね、人なんかすごかったよね。ヒメネスが裏切ったと気づいた時には手遅れだった。研究が完成間近だと奴は知っていた。
私が研究に没頭して異変に気づかないこと。でなければ彼らはトラップを突破できない。奴らの装置はまがいものだ。ちょ、聞こえないかな。私が完成させるはずだった。私のデータ、機材、理論、意識。奴らは私の体を奪い、代わりに苦痛で満たした。まあやってることは同じですけどね、ルリュクも今まで、ね、村民に同じようなことをしてたはずだけどね。それをヒメネスが後から横取りをしたという感じなのか。そうするとね、カスティアノス氏はね、自分でやったことだっつって切り捨てるのも仕方がないようにも思えるか。チェックポイントが来ないな。いくつくらいかな。50はいってないよね。30、あ、お子さんが早くに亡くなっちゃってるから20代後半っていう感じじゃないよな。でもかなり視線はねえ超えてるよな。やっぱ30代、35、6ぐらいかな。エレベーター長えな。お、矢印がすごいすごい、見て見て動いてる。あ、あ、固まってる固まってる、やばいやばいやばい。大丈夫かな。 PS3 がちょっと危ないか。もうちょっと頑張ってくれ。もうあと2、3時間2、3時間余裕を見ていただければ。フェードアウトするんだな、最初からしてくれ。なんだ、最後のジュラル星人かと思ったのに。開けるか。開けろ。あれ、外に出ちゃった。お、すごい塔だ。アイテムは？くっそ、脳みそばっかりか。まあ仕方ない。いや、ないよりマシだと言おうと思ったら、ここあれでもセーブポイントではないか。血のりがついてない。気をつけろ、罠かもしれない。ルビックの巧妙な罠かもしれない。よし、自分の足音だ。大丈夫か。セーブポイントではないようだ。うん、大丈夫そうかな。よし、アイテムだけ。お、地図の断片。よし、急ごう。ここは走っても大丈夫でしょう。角から、この曲がさ、タイミング良すぎるんだよな。さすがに角から出るようなことはないか。 OK、 じゃあ進みましょう。さすがに最終回にはならなそうかな。ムービー入っちゃったし。レスリーの姿勢が良くなってる。何もないんかい。仕方ない。お、トラップツール。草は乗り越えられる。すまないな、雰囲気をぶち壊してしまった。
こんなもんか。多分入ったらムービー入るか、またチェックポイント来い来い。どうだ、よし来た、オッケー。でさらにあそこに見覚えのある、うん、助かった。よし、じゃあ一旦ここで区切って、まあ次回いきなりね、セーブポイント入るかもしれないけど、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。